Richard Doty, an ex-senior staff at Area 51, testified to Area 51 in a book unacknowledged by Stephen M. Greer as follows. As to the window of an alien craft, he said, and it had these portholes that were almost fluid-like. You would look at it and it looked like you were looking through water. Again, and it had these portholes that were almost fluid-like. You'd look at it and it looked like you were looking through water. エリア51の上級スタッフとして働いていたリチャード・ドティはエイリアンクラフトの窓について次のように証言しています。それは液体のような窓であった。そしてその窓を通してみたら水面を通してみるかのように見えただろうと。広し林浜祭りジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描き残した絵画の何枚かの両端には奇妙な帯、サッシュがあるのがわかります。この聖アンと聖母子の絵についてもそうです。両端に黒い帯のようなものがある点に注意してください。で、この帯は何かということですね。で、汚れでないことはその向こうの景色がややぼんやりと描き込んであるというところから区別できます。注意深くご覧ください。拡大してみます。その向こうの景色がぼんやりと見えるのがわかります。で、この帯は何かということですけども、私はこの帯はつまりは窓の枠ではないかと考えています。窓枠です。となると人間が持っている窓の窓枠とはかなり様子が違います。で、そのことは岩窟の聖母の絵を見れば理解していただけると思います。岩窟の聖母ルーブル版です。この絵の右、そして右上には火星の地下基地の様子が描いてあると私林博士は判断しています。この絵の中にも51、つまり火星を意味する11種ゲマトリアの数字が隠し込まれていましたが、それは今日のポイントではありません。この右を見てください。で、この地下基地と思われる物体、建物の表面には窓があるのが分かります。今黄色い線で示したのが通路です。そしてここにドーム状の建物があります。2段になっています。そしてここに窓らしきものがあります。私はこれを窓と判断しました。拡大してみます。さらに拡大してみます。つまりドーム状の地下基地の窓であると判断しました。まあ、人間が使っている窓とはやや雰囲気が違いますが、この窓の中、内側に4人の人々がいて、そして窓の外を見ている。その窓の境目が左上のように映り込んだのではないかと私は考えています。つまり、この絵の両端にある帯状のものは、つまり窓のサッシということになります。透明のガラス板が角度を違えて互いにくっついている状態を想像してみてください。その時はちょうどこのように両端がですね、帯のように見えます。つまり今左で
黄色い線で示したのがその窓枠の端ということになります。つまり右のような窓枠がですね、左の絵のようになって映り込んだということになります。というようなことを言いますと、皆さんはそんなバカなというふうに思われるかもしれませんけども、いくつか外堀を埋めておきたいと思います。太陽系に住む ET たちは惑星の地下に住んでいると私は考えています。またその方が安全ということになります。で、この岩窟の聖母の右に注意してください。ここには奇妙な物体が描かれています。空には、枯れた葉のようなものが表現されています。つまり水中であることを示しています。そしてこの水色の枠で囲った部分に注意してください。ドームが上下2段になっていて、手前のドームが大きく、そしてその間には通路が描かれています。ドームには通路の影まで描かれています。そしてそのドームにはですね、窓らしきものが描かれています。そしてそのドームを支える支柱が下に描かれています。つまり私林浩司はこれは地下基地の建物であると判断しました。で、この赤枠で囲った部分に注意していただきたいと思います。ここにドームがあり窓があるということですね。着色してみます。ドームが2段になっていて、そして通路の下には影までできています。このように見えますが、明度を明るくすると左上通路があり影が下に映っているのがわかります。ドームです。そしてそのドームにはこのような窓らしきもの、私は窓と判断しましたが、窓が表現されています。そして窓の、人間が使っているガラスの窓で考えるならば、ガラスとガラスがくっついている点が何かしらクリスタルのようにも見えます。そして下の方には支柱があるのはわかります。その支柱がドームを支えています。右の方に見えるのは私は温室のような建物ではないかと考えています。ともかくもこれは岩ではありません。岩か基地か、後の判断は皆さんにお任せしますが、私は地下基地と判断しました。もう一つ外堀を埋めておきます。これは聖アンナと聖母子の絵です。この絵の背景には火星の氷冠、つまり氷の冠が描かれていると私林浩司は判断しました。つまりこの絵の背景はですね、火星の風景であるということになります。右は糸車の聖母子ですけども、やはり同じような景色が表現されています。糸車の聖母子の方はややぼかしといいますか、絵画風に仕上げてありますが、左の方は写真と考えています。右下が氷冠の実際の写真です。ただし右下のこの氷冠の写真は、観測機からですね、真上から捉えた写真ということになります。左は斜め上空から見た写真、あるいは絵ということになります。こうして照合してみると大変よく似ているということですね。色などには私の方では一切着色などはしていません。右下のですね、真上から見た写真を斜め上空から見ると左上のようになるのではないでしょうか。その様子がこのように一致しています。つまり聖庵と聖母子の絵の背景に描かれているのは火星の氷冠の様子ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はですね、モナ・リザの絵の背景、そしてこの聖庵と聖母子の絵の背景に
火星のパノラマ風景を描いたということになります。これらの絵の中にはすべて51という数字が隠し込んであります。この西安と西母子の絵の中でも左中央あたりですね、ここに51という数字が描き込んであります。今それを赤で囲ってみました。51すなわち11種ゲマトリアで火星を意味します。岩窟の聖母、そしてモナリザの絵の中にも51という数字が隠し込んでありました。話を戻します。聖アンナと聖母子の絵です。この両側には奇妙な帯が描かれています。汚れではありません。よく見てください。向こうの景色が透けて見えます。そして右には地下基地らしき建物が描かれています。私はこれを地下基地と判断しました。通路があり、そしてここにはドーム状の建物があり、通路の下にはその影もできています。そしてこれは窓であると判断しました。人間が使っている窓とは違いますが、要するにクリスタル風のクリスタルを磨いて作ったような窓だということですが、よく見ると何かしら水の水面のようにも見えます。ここがポイントです。水面のようにも見えます。で、それについてリチャード・ドティがエリア51で働いていた上級職員ですけども、次のような証言をしています。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。またそれにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょうが、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポースで結論ということになります。聖アンナと聖母子の絵の両端には奇妙な帯が描かれています。他の絵にも描かれています。で、この帯は何かということですけども、この聖アンナと聖母子たちが火星へ行っていたということを考え合わせるならば、これらの人々は何かの乗り物に乗って行ったと考えるのは当然のことだと思います。その乗り物の窓の外の様子が描かれたとなると、この両側の帯はその窓の枠ではないかと私は考えたわけです。つまりその窓枠がそのまま写真のような形で絵の中に描き込まれたということになります。そしてその窓はあたかも水面のようであったとリチャード・ドティは証言しています。これはコップですが、コップの両端はこのようになります。そしてその両端を通してみると、ちょうどこの聖アンナと聖母子の絵の帯のような感じになります。私は台所で水を飲むためにコップの両端を見て、そして外の景色を見て、それを確かめています。左が聖アンナと聖母子の絵です。そして右が実際にコップを通して見た外の風景です。コップの端の様子と聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている端の様子が酷似している点に注意してください。これが結論です。つまり、彼らは宇宙船に乗っていたということになります。As to Area 51,
Wikipedia English writes as follows. The United States Air Force Facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edward Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Hermey Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. Then what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive. Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI, or Counterintelligence for the Air Force Office of Special Investigation. Area 51とは何か？近年になり、より多くの人たちがエリア51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死を覚悟して、元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です。広し林、浜松シティ、ジャパン。スティーブン・ M ・グリアー博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地及びネリス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地及び他の基地において UFO 及び外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下、リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は DAT-3 テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の DAT-3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。 DAT-3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。
そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に、私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました。 GE モノトーラ社については、モノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップ・グラマン社もありました。当時は EG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコウスキーがその EG&G 社のチーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコウスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、 つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィートかける20フィート、つまり3メートルかける6メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。また、それにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも壊れたような箇所があったからです。が、その表面及び全てが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。パポース地下基地へと入り、下へ降りていくと円形の実際
馬蹄形の形をしたランプ、つまり移動型昇降階段のようなものがありました。そこからはハンガーセブンの近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました。途中にエレベーターがあり、区分けされた上下空間がありました。バッジをつけていなかったらあなたはその中に入ることはできません。そこではすべてがバッジシステムになっていましたし、そのバッジがなかったらそれらのいくつかの中には入れない仕組みになっていました。つまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした。前にも話しましたように、もしあなたがエイリアンの乗り物について携わっていたら、人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました。1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きましたが、そこにいる間に私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められました。そしてある施設、つまり地下施設へと連れて行かれました。私たちは階段を降りランプを降りましたが、そこは巨大な空間でした。私は実際は見ていませんが、後になってアーニー・ケラーストラス氏からそこにはエイリアンの死体があると聞かされました。またさらに後になってからその死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。8:00 a.m. March 16, 1957, Variant Toll arrived in a ship which landed in Alexandria, Virginia in an agricultural field. According to Dr. Strange's, Toll was about 6 feet tall and 185 pounds, with brown wavy hair and brown eyes. The police were the first on the scene and found him calm with only one request: to meet with President Eisenhower. So they took him through the Pentagon,where he met with the Secretary of Defense and later with Eisenhower, Nixon, and all the Joint Chiefs. March 16, 1967, バリアント島は船に乗ってやってきて、バージニアのアレキサンドリアの農場に着陸した。ストレンジズ博士によれば、塔は身長は6フィート、約180センチで、体重は185ポンド、茶色でウェーブのかかった髪の毛、それに茶色い目をしていたという。最初にその場面を目撃し、塔を発見したのは警官だったが、塔は落ち着いた言い方で、アイゼンハワー大統領に会いたいと、その警官に申し出たという。それで彼らはペンタゴンへ連れて行き、最初に国防長官、後にアイゼンハワーやニクソン、それに全ての関係部署の長と会ったという。バリアント島は
合衆国政府とともに3年間残ったという。その本、つまりペンタゴンのスレンジャーによれば、党は宇宙空間委員会を代表して地球に干渉するため、委員会の交換によって地球へ送られてきたという。宇宙空間委員会は人間の核兵器能力を心配し、核兵器が人類の絶滅に導くかもしれないと心配していたという。これらの主張は奇妙に見えるが、最高幹部との一緒に写っている党の写真が表沙汰になると、その主張を議論しようなどという人は誰もいなくなったという。つまりペンタゴンのスレンジャーの著者であるフランク・ストレンジーズ博士は、ペンタゴンの中でも最高機密の安全委員会の連邦元帥でもあり、かつ牧師でもあったからである。ストレンジーズの記事は、E. バード司令長官の甥であるハーレー・バードによっても裏付けられている。 E. バード司令長官は1957年から1963年まで国防省で勤務し、ブルーブック計画の一員でもあった。ブルーブック計画というのは UFO 報告を調査するための軍のプロジェクトのことを言う。アイゼンハワー大統領の家族、その中にはアイゼンハワー大統領のひ孫のローラ・アイゼンハワーも含まれているが、そういった家族ですらもこのペンタゴンのスレンジャーの中の話は真実である、真実であると主張している。また同じ話が秘密政府計画の安全委員会にいた地質学者でもあり技術者でもあった故フィル・シュナイダーによっても話されている。彼はあの有名なエリア51で、エリア51で軍の地下基地を建設するために働いていたという。シュナイダーは党にあったと言い、党は1950年代に地球を去ったという。広島林浜松セリージャパン。そうですとも、軍の関係者の会議ではいつでもそれについて議論していましたよ。でね、それについて彼らは私に何も具体的な報告をすることはできませんでしたよ。つまりね、いつも空飛ぶ円盤とか他の話が続いていましたよ。1954年を境にして、アメリカ合衆国政府はエイリアン及び UFO に関する情報を一般大衆から完全に遮断します。エイリアン及び UFO に関する情報は水爆、あるいは水爆以上の国家最高機密と位置づけられたわけです。が、それ以前はというと、アメリカ合衆国の政府高官もある意味で日常的にエイリアン及び UFO 問題を話題にし口外していました。大統領とて例外ではありませんでした。アイゼンハワー大統領もその中の一人ですが、それ以後エイリアン及び UFO 問題は国家最高機密となり現在に至っていますが、勇気ある心ある人たちの口まで閉ざしたままにしておくことはできませんでした。一人二人とその当時の話を告白暴露し始めています。そうした人たちの証言をスティーブン・ M ・グリア博士は一冊の本にまとめていますが、何しろ膨大な量の証言です。
ここではその最後の部分のその一部を翻訳して皆さんにお届けします。ある博士の証言。最初の夜、私たちはサタンロケットをハンガーから外に取り出そうとしていました。私はコンピューター室に座り、そのまま深い眠りに落ちてしまいました。で、午前4時頃だったと思います。私の技師の一人がやってきて、私を揺さぶり起こしました。博士、外へ出てきてください。何か大変なことが今起きています。あなたはそんなようなことが起きると言っていましたね。それが起きています。と。彼らはちょうどサタンロケットを外へ出し、写真を撮っているところでした。その時、カリフォルニアのシールビーチに巨大な円盤が降りてきたのです。私はロケットの上でホバーリングしている宇宙船の写真を持っていませんが、その時円盤は降りてきて、およそ400人の技術者たちがそれを見ました。1966年の4月、午前4時のことです。こんなことすべてがどうやって秘密にできるというのでしょうか。私と一緒に働いていた人たちは皆消えてしまい、それ以後全く連絡はありません。私と一緒に働いていたロッキード・シャンクワークスの仲間なんですが、彼はオーロラ契約のすべてを私に話してくれました。彼は多くのことを話し始めましたが、彼もまた消えてしまいました。彼がどこへ行ったか誰も知りません。彼がいたところは閉鎖され、たった一晩でどこかへ行ってしまったのです。結論ということになりますが、今まで私たちが考えてきたエイリアンとは明らかに異質なと言いますか、人間そっくりなエイリアンということになります。今の段階ではそれを判断するのは私たち自身ということになるのではないでしょうか。最後にアイゼンハワー大統領はこんな意味慎重な言葉を残しています。私たちは軍によって捕捉されたものであれ、また捕捉されないものであれ、予想できない何かが起きていることに備えて、私たちは自分たちの身を守らなければならない。そこにあってはならない災害が起こりつつあるという可能性は存在するし、今も続いている。それがいかに深刻な問題であっても、そのことによって私たちの自由と民主主義が危険にさらされることはあってはならない。決してなるようになっていくのを当然と考えるべきではない。平和と自由を守るためには、それを知りうる庶民に警告し、強大な軍隊と産業を組み合わせることによって、私たちは平和な方法を用いて防衛を達成することができると。If I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again.
Air advisor to President Truman, General Robert Landley, talking to his grandson, as follows. Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again. Dave, もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろうと。トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っている。デイブ、もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろうと。広島市浜松市ジャパン。そのトルーマン大統領は次のように語っています。 Yes, we discussed this at every conference that we had with the military. There was always things that's going on. There were flying saucer and other things, you know, if I am not mistaken. そうだと思う。私たちはね、軍部と会議するときはいつもその問題について討論しているよ。いつも続いているんだよ。君たちが言うところのね、空飛ぶ円盤についてね、もし私が間違っていなければ。トゥルーマン大統領は UFO の存在を公式の場で初めて討論した大統領としてよく知られています。エイリアンとの間に交わした条約、それがトゥルーマン条約とも言われています。Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again. Air advisor to President Truman, General Robert Landry, talking to his grandson. What happened to Truman behind the so-calledTruman Treaty with Gray. トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っています。デイブ、もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろうと。広島市浜松市ジャパン。第33代アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンの時代にエイリアンのグレイとの間に交わされた秘密条約が、いわゆるトルーマン条約です。本当にそのトルーマン条約はあったのかなかったのか、その真偽のほどはよくわかりませんが、これがハリー・ S ・トルーマンです。で、ハリー・ S ・トルーマンは1953年まで就任していますが、その1年前の1952年にあの1952ワシントンパニック事件が起きています。俗に言うメリーゴーランド事件です。ワシントン市の上空に UFO が大挙やってきたという事件です。その事件と、まあ、直接的にトルーマン条約と関係があるというふうには考えられていません。トルーマン条約の基本となったのは1947年のロズウェル事件だったと言われています。で、ともかくも
トルーマンの時代にトルーマン条約が結ばれたと言われています。下の絵、写真がですね、その時の様子だと言われていますけども、真偽のほどはわかりません。で、トルーマン条約の骨子はですね、いわゆるエイリアンによるアブダクトを許容する代わりに、その代わりにアメリカ政府にエイリアンはですね、高度なテクノロジーを与えるという内容だったと言われています。で、人間には危害を加えないと。また人間を地球に返すときには記憶を消すと。まあ、そういった条約であったようです。右上の動画は別の場所で隠し撮りされたグレーエイリアンの動画と言われています。まあ、いろいろ言われていますけども、私はこの動画は本物であると判断しました。で、そのグレーとの間に結ばれた条約が先に言いましたトルーマン条約ということになります。まあ、人間をですね、アブダクトするのを、まあ、許容する代わりに、まあ、グレーエイリアンの方はですね、人間に、と言いますか、アメリカ政府に、高度な、いわゆるテクノロジーを教えると。で、何らかの理由で、グレーは人間の何かを必要としたというわけです。そして人間を地上へ無事返すと。そして、人間の記憶を消すと。まあ、そうした条件が付けられて、トルーマン条約が結ばれたということになります。私は、このトルーマン条約の裏に、1952ワシントンパニック事件が絡んでいると思います。繰り返しますが、1952年7月、ワシントン市上空に、たくさんの UFO が現れました。そういう事件なんですね。で、その事件と何らかの関係があるのではないかと、考えてます。その動画はこの後につなげておきます。で、この写真が、まあ、残っているわけですけども、これがグレーの写真と言われています。ということで、続く1952ワシントンパニック、UFO パニック事件をどうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Hiroshayashi, Hamama City, Japan. Aliens Wars. UFOs over Washington DC, 1952. Alien 戦争。ワシントン UFO 事件。1952年の7月19日、ワシントン市上空に UFO の編隊が現れました。で、その時の動画が残っていました。今日はその UFO 事件について検証してみます。Saucer Outland Jet。円盤はジェットを追い越したというタイトルですね。で、これが1952年7月19日に撮られた実際のビデオです。UFO が編隊を組んで飛んでいくのがわかります。この正体は今でもわかっていません。そのレポートビデオを紹介します。In July of 1952, during the administration of Harry Truman,Washington, D.C. appeared to be the target of airborne intruders. But the prowlers weren't Soviet fighter planes. They seemed to be UFOs. Perhaps the most important sighting of all time was the so-called Washington merry-go-round. On two weekends in 1952, July 19 and 20, and July 26 and 27,UFOs were tracked by radar and seen by numerous individuals over Washington, D.C. and its environs.
people at Andrews Air Force Base and at Washington National Airport went outside and could actually see objects in the sky that matched positions of... And the net result of it was, for a couple of days there, UFOs seemed to have had their way over the skies of Washington. On the third day of the sightings, as operators tracked the mysterious signals, curiosity suddenly turned to panic. The objects were heading toward the prohibited airspace over the Capitol and the White House itself. The Pentagon ordered jets from an airbase in Delaware to intercept the intruders. Al Chop was the Air Force's civilian spokesman on UFO issues. He was called to the radar room at Washington National as the dramatic incident unfolded. We were observing about four or five known flights and about 12 to 14 UFOs. And we saw the flight coming in from Delaware. We could see them on the radar scope, and the moment they came on the scope, all the UFOs disappeared. The fighter planes patrolled the empty skies for some 20 minutes, but there was nothing to intercept. However, when the jets returned to base, the UFOs promptly reappeared on radar. And then when they came back, after the intercept was left, the fact that they immediately came back on the scope, I was very apprehensive. Again, jets were sent aloft. One pilot reported seeing the UFOs, which he described as blue and white lights. Then he reported that they were closing in. We could also see them on the radar scope, and we could see his return and the unknowns grouping around him. And he said, "They're all around me." And then he said later on, "What shall I do?" Well, what could we tell him? After a few minutes, the UFOs pulled back and then disappeared. The standoff was over. However, the extended episode had stunned the nation. That sighting has never been adequately explained. Because it happened in Washington, D.C., it alerted everybody right on up to the President of the United States and caused a national press conference by the Chief of Intelligence of the Air Force to try to calm everybody down. We have received and analyzed between 1 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have, as of date, come to only one firm conclusion, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with to any conceivable threat to the United States. General Sanford went on to explain that the sightings were merely an atmospheric anomaly, an inversion layer. Radar signals had bounced off this layer and picked up ground images of cars and buildings. Somehow, experienced radar operators at three different locations had misidentified them as UFOs. They took down the story. They bought the explanations. It was still standard practice, and it was for many years, to accept whatever the government said about flying saucers, no matter how foolish it was when you looked at it carefully. The people at Washington National Airport and at Andrews were expert radar people and personnel. They'd been there for many, many years and could easily differentiate between ground clutter and true metallic objects. I mean, if they couldn't, they shouldn't have been radar operators. The senior radar air traffic controller at Washington National Airport, Harry Barnes, wrote his own account of the so-called Washington merry-go-round. He describes the objects as making right-angle turns, as hovering, as reversing their course and moving back upon their path. One radar tracked the objects as moving at approximately 7,000 miles per hour. He had never seen objects maneuver like this in his years of being over a radar scope. He didn't know what they were. There were a few others who did not believe the objects were simply a product of unusual weather conditions. At that time, I was convinced that these things were interplanetary machines of some kind.
mainly because of what happened that night in the radar room at Washington National Airport. I'm convinced that those objects were real. We don't know what they are, and we don't know where they come from, but they are there. Of course, it's entirely possible that the military didn't really believe its own explanation of the UFOs. No fighters could catch up with these things, and they outmaneuvered the best that the military had to throw at them. Obviously, the people who were in charge of Air Force projects and Air Force intelligence at this time were not idiots. They were very, very smart people, as they are today. And I think they probably thought, once they appeared on Washington, oh my God, this is the holiest of holies. Now they're hovering around the White House in the Capitol. Well, the answer turned out to be that they could do absolutely nothing, but it probably had to provoke a whole lot of consternation in official quarters. I can't believe that they wouldn't have been interested in, at some level, trying to find out what is going on. It's a national defense concern. There was a technical report that said it's the most classified subject in the United States, even more so than the H-bomb. That's going pretty far. That's taking it very seriously. In the decades after the Washington National incident, aerial sightings were reported more frequently and all across the country. Some episodes were even recorded on tape. Dark 05, bring in 7.1, 327. Ijoga, Doga Desketomo, Konojikenitsuite, Kwashiku Shirabeta, Lepotomo, Arimashita. その最初の部分を訳してみます。まあ、一応公式の記録と考えて良いのではないでしょうか。当時の様子がですね、まあ、時間経過とともに、詳細に記されています。
後の判断は私たちの問題ということになるわけです。で、これがもう一度見ていただきますけども、ワシントン市上空に現れました UFO なんですね。まあ、編隊を組んで飛んでいく様子がよくわかります。が、これが現在に今でも何であったかということについては謎のままですね。まあ、当時はソ連の飛行機の編隊かとも言われたんですけども、それはありえませんね。で、こう、光の向こうにね、やっぱりこう、反転しても、やっぱりこの物体らしきものが映っているということです。まあ、これをどう判断するかですけども、フェイクと見る人もいるかもしれませんが、それはもう、時代の流れの中で、検証されてされ尽くしてきたと思います。まあ、偽物であればですね、現在の今までこう残るということはなかったということです。まあ、1952年ですからね、まあ、宇宙的な時間で見れば、つい、今しがたということになります。で、最後に検証してみますが、このワシントンメリーゴーランド事件、あるいはワシントンパニックと呼ばれたこの事件はですね、もう一つの事件と深く結びついているように思います。その2ヶ月後、ウェストバージニアでフラットウッドモンスターが現れます。まあ、それについてのビデオはこの後に つなげておきますが、右がフラットウッドモンスターです。で、この線を見ていただきたいんですけども、右がワシントン、DC、そして左がフラットウッドになります。極めて近い距離にあるわけですね。間の距離は318キロですけども、やはりこう地球的な、なってますか、規模で見ますと、今のように、まあ、隣で起きた事件ということです。つまり、ワシントン DC のですね、ワシントンパニック事件と、フラットウッドのモンスター事件は、同じ場所で、同じ時期に、同じ時に起きたと考えていいわけです。で、フラットウッド事件をもう一度調べ直してみますと、大変興味深いことがわかります。まあ、この詳しい資料は、この続くビデオの中でゆっくりとご覧いただけると思いますけども、この中に大変なってますが、気になる証言が載っていました。それを皆さんにもう一度読んでいただきたいと思います。この部分なんですね。住民による UFO の目撃事件が、目撃がですね、その前後に起きるわけですけども、4機か5機が同じ方向に向けて飛んでいったと。で、1機か2機が空中分解したように見え、1機か2機が着陸し、1機か2機が墜落したと。さらに UFO は飛行中に事故を起こし、着陸か空中分解、墜落をしたと。そして、その中からフラットウッドモンスターが現れたと。ですから、その時乗ってた地球外生命体がフラットウッドモンスターではないかということなんですね。このワシントンパニックとこのフラットウッドモンスターの事件を2つ足して、そして2で割りますと、事件の全貌が浮かび上がってくるんではないでしょうか。つまり、4月19日にですね、ワシントン上空に、まあ、新しいタイプのエイリアンたちがやってきた。それに対して地球側のに住んでいた別のエイリアンたちが、まあ反撃といいますか、防衛のために攻撃に出たというふうにも解釈できるということですね。あくまでもそれは私の解釈です。まあ推論ですね。もう一度見てください。7月19日にワシントン上空に UFO が現れます。そしてその2ヶ月後の9月12日にフラットウッドモンスターが現れます。その間の期間はたった2ヶ月です。まあ関係がないということの方が無理があります。あると私は考えます。で、調べてみますと、講談社20世紀全記録の中を見てもですね、1952年7月、そして8月、9月、もちろんその以上のワシントンパニック、フラットウッドモンスターの記事は全く残っていません。まあ人間たちはですね、まあいつものように平穏で、まあ何もない生活を送っていたということになります。まあその陰で大変な事件が起きていた可能性があります。ということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!
Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. We are visited a mystery of the Flatwood Monster. この事件が気になりましたので、調べ直してみることにします。1952年の7月12日から29日の間にかけてですね、ワシントン市周辺で UFO の目撃事件が相次いで起きます。ジェット機が UFO を追いかけるという事件も起きています。そういう流れの中で7月19日、UFO の編隊がワシントン市上空に現れます。で、この事件で、まあ注意って言いますか、注目すべきは、その当時の映像が残っているということですね。これがその映像です。で、時のトルーマン大統領がアインシュタインに電話をかけてどうしたらいいかと、そういった相談をしているわけです。それに答えてアインシュタインは、絶対に攻撃してはならないと。彼らの知的能力は人間を遥かに超えているから、というようなことを答えたと。まあそういった話も今に伝わっています。で、フラットウッドモンスター事件がその2ヶ月後起きます。西バージニア州のフラットウッドで起きた事件です。この時、3人の子供が、まあ、エイリアン、いわゆるその、エクセトリシャルね、ビーングに、異星人に遭遇します。まあ、そういった事件なんですけどもね、これが、フラットウッドです。まあ、場所は特定できませんでしたけども、フラットウッドで調べますと、ここへやってきます。田舎町ってことがわかります。で、ここに、エイリアンが現れたというわけですね。で、その事件の、まあ、あらましを、今日、皆さんに読んでいただきますけども、1952年の9月12日のことです。で、まあ目撃した人たちのですね、証言をもとにこうした絵が作られました。まあ有名な絵ですね。よく知られたフラットウッドモンスターの絵です。で、その時の様子を、と言いますか、概要を訳してみました。ということが、まあ、事件の概要です。で、英語にはガンスモークという言葉があるんですね。いわゆる日本風に言えば、火のないところに煙は立たないという意味なんですね。まあ、ともかくもこの事件は大きな事件となり、本も書かれ、そして大騒ぎになったわけですね。で、結果的に言ってますが、言いますと、フクロウを見間違えたんだということで、
事件は収集したということになっています。まあ、先ほどの、まあ、論評した人の意見によりますとね、現地調査をした結果なんですけども、フクロウは農家の人たちは見たことがないというようなことを言ってるそうですね。言っていたそうです。まあ、こうした想像と言いますか、いろんな絵も描かれ、そしてこの少年たちも写真に収められていると。そしてまあ、見た人の証言をもとにこの絵が生まれたわけですね。で、この事件がなぜ私気になったかってことになります。まあ、気になったかということなんですけども、実は昨日法隆寺を調べていました。これが法隆寺ですね。奈良ジャパンです。で、法隆寺の仏像をもう一度見直してみたのです。で、この仏像を見てですね、この形が気になったって言いますか、思い出したって言いますか、あの、降臨っていうのは、あの、丸い輪になったのと、それからあの、光線を放ったのと2種類あるんですけども、この、まあ、降臨って言いますか、あの、まあ、以前から気になってたんですけども、どうしてこんな形をしてるんだろうってことはちょっと気になってたわけですけども、まあ、ちょっと他の降臨、ハローとは、形が違うわけですね。で、この形がですね、いわゆるまあ、フラットウッドモンスターの背景に、まあ、現地の人たちは、これはあの、スペードの形ってことを言ってますけどもね、スペードの形、トランプのスペードの形のようだと言ってますけども、それと似てるってことで、まあ、関連性があるのかないのか、今の段階では何とも言いませんけども、ひょっとしたら、関連性があるのではないかということで、気になって今回調べてみたわけです。まあ、ここでは結論出ませんので、一度ここではペンディングにしておきます。やがてまた証拠が出てきますのでね、その時にまた照合できると思います。で、もう、最後に、あの、フラットウッドモンスターの話をですね、詳しい話がウィキペディアに載っていましたので、皆さんに紹介します。
以上がフラットウッドモンスターの全容ですね。まあ、どう判断するか、どのように考えていくかということは、今の段階では何とも言えませんが、事件そのものは私はあったと判断しています。で、この形が法隆寺の仏像の、まあ、形と似ているということですね。以上です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!